皆さん、こんにちは。ということで、本日もね、やっていきたいと思います。で、今日もですね、ドジャース情報からやっていきますけども、まず、押しレジスターですね。カーショーの話題となりますが、この前ですね、肩の痛みが出ちゃったということでね、次のリハビリ当番どうなるんだろうな、ということで言われておりましたけども、とりあえず1週間はノースローで行くということらしいので、次の、まあ、予定されていたね、火曜日ですかね、現地に予定されていたものはですね、1回飛ばすということにはなりました。 ただ、えー、検査はしたらしいんですけども、肩の部分ですね。えー、新たなその、まあ、故障とか損傷みたいなところではなかったらしいので、シンプルな痛みが出ているというだけで、えー、済んでいるのかなと思いますから、その点については、まあ、ま、えー、良かった情報かなと思いますね。で、一週間とりあえずノースローで行ってですね、投球がそれで再開できるのであれば、次のリハビリ当番に復帰する前にですね、 ブルペンセッションをですね、1、2回行うということなので、そうなってくると、次回のリハビリ当番はオールスターブレイク以降になるというね、えー、予定にはなってしまうので、最短でもね。だから復帰がですね、ちょっと7月の復帰っていうのは厳しくなってきたんじゃないかということが言われておりますね。だから8月にずれ込んでいくような形にはなるのかなと思いますけども、ただ、まあ7月ね、8月っていうぐらいって言われてたから、で、現状そのね、 まあ、メンバーというか、ローテーションは5人いますからね、ナックがそのまま残るというね、話なので、そういう面では無理せずにね、ゆっくりと、ゆっくりとっていうとあれですけども、そんなに焦る必要もないと思いますから、しっかりとね、いい状態にして戻ってきてくれたらなと思いますけどもね。 あとはですね、えー、翔平が今季2度目の、えー、ナショナルリーグのですね、週間 MVP ということでね、選ばれまして、このところ、この前もお伝えしたけども、過去7試合で6ホームランとかですね、打率も4割8分いくつとかっていうのをね、お伝えしましたので、圧倒的な数字を残したから、それはそうだろうなって感じですけどもね、素晴らしいですね。 で、ロバーツ監督としては、翔平は別次元にいるというね、えー、お言葉もいただきまして、ありがとうございますって感じですけどもね。まあ、やっぱりね、まだびっくりしてますから、監督もね、あんだけ飛ばしてみたいなところで。で、前打球あんだけ飛ばすわけですからね。そりゃまだびっくりするよね、っていうところと。 一番いいところで見てますから、監督もね。まあ、えー、そうなるよね、みたいな話ですけどもね。まあ、監督もそのうち慣れていくと思いますけども、ただ別次元にいるというね、コメントをいただいておりますね。あとはですね、オールスター投票もね、入っておりまして、小平はまあ1位のままこうね、通過しそうだという感じにはなっておりますのでね。まあ、それは当たり前というかまあ、大体そんな感じだろうなと思ってましたけども、やっぱり最多得票っていうところにはね、行っておりませんので、ハーパーかな 一番そのナショナルリーグだとね、今。で、ジャッジがアメリカンリーグだと、まあトップなのかなと思いますけどもね。まあそんなところでですね、えー、まあ昌平は1抜けって感じになりそうですよね。で、ドジャースの中だと、ファースト部門でフリーマンがね、2番手につけているということなんですけどもね。ただその、ハーバーがね、えー、こう、全体でもトップみたいなね、票数にはなっておりますから、まあそんな感じですけど、2番手にはつけているという状況ですね。で、あとスミスが3番手とかなんですよね。 っていうのと、えー、ベッツはショート部門で1位をね、守っておりますけども、まあ、ベッツはちょっと出られそうにはないですけどもね、オールスターはね、残念ながら。ただ、投票では1位をね、えー、取っているという状況にはなりますね。で、その他で言うと、えー、ガイアのテオヘルがですね、3位とかに入っていたと思いますので、まあ、このままね、えー、しっかりと言ってくれれば出られる可能性はあるかなという話ですね。 で、翔平が DH 部門で、まあ一旦突というかね、結構な票数差がある1位ということにはなっておりますね。ということでですね、まあこのまま順調にいけばドジャースからもですね、何名かは選出されるかなと思いますけどもね、という感じの、えー、オールスターの投票の話も載っておりましたね。あとはですね、先ほどもちょっとお話ししましたけども、ナックがですね、このままね、残るということになりまして、ローテーションの方にね、監督としてもそう話しておりまして、次回当番は、えー、ジャイアンツ戦かな っていうところにはなるということですね。なのでまた、えー、しっかりとね、登板して、いいピッチングしてもらいたいなと思いますしね。誰かしら帰ってくるまでは、おそらく彼がね、いることにはなると思いますのでね。まだ何登板かはするチャンスはあるのかなと思いますね。で、あとは、テオヘルですよね。今日ちょっと、個人的な理由でね、帰国しているということで言われておりましたけども、 おじい様のお葬式かなに参列するために一回帰ったということみたいですね。ただ、えー、火曜日ですかね。明日には戻ってくる見込みであるということなので、今日だけこうね、ちょっと、まあ、チームを離れましたけども、明日には復帰する予定であるということですね。まあ、今日ちょっと右バッター、テオヘル、非常にね、えー、必要な試合ではあったのかなと思うんですけども、でも仕方がないですね。家族の問題があるのでね。という感じで、えー、1日ちょっと、えー、抜けておりましたというテオヘルになりますね。 あとはですね、別ですけども、GM の話によると、えー、吉野部のね、えー、復帰時期というところはまだね、わからないという話で、ちょっとその情報的にもですね、現状ではこう、まあ、どれぐらいっていうね、えー、ところには、判断するにはまだ早すぎる現状であるということみたいなんですよね。いや、まあ、もちろん球も投げていないし、まあ、まだそこら辺がね、どの程度でっていうところの、えー、情報も集まってきてないというところなんじゃないかなと思いますのでね。 もうちょいこう、まあ、全貌というか、どれぐらいで復帰できるかなっていうのがわかるまで、で、コメントが出るまでは時間がかかるのかな、なんていうふうに思いますけどもね。だから、まあ、カーションもそうですし、まあ、彼もですね、吉野もどうなるかによって、ドジャースのこの後の、やっぱり補強って変わってくると思うんですよね。 現状は戻ってくるから、こう、変更はないという話ですけども、ま、うまいこと戻ってこれなそうとか、ちょっと無理しない方がいいかな、みたいな状況になってしまったらね、やっぱり、こう、ポストシーズンで戦うためのピッチャー補強っていうのも、ま、検討する必要は出てくるのかなと思うので、戻ってこれるならね、いいですけどもね、戻ってこれなそうな時を考えるタイミングが訪れるかもしれないので、ま、正直そうなってほしくはないんですけどもね、ただ、この長い契約の1年目だしね、 そんなに無理して投げてもしょうがないとは思うので、そういう判断になる可能性もあるのかなと思いますよね。場合によってはね。うまいこといけばいいんですけどもね、問題なくね。ただちょっと長引きそうだみたいなところなのであれば、無理はさせないような気がするので、まあね、来年とか再来年とかもっと先があるからね、それを見据えて考えると、あんまり無理させてもなーっていうのあると思うんで、 そういう状況になっちゃう可能性もあるのかなと思いますけどもね。まあ、現状はちょっと、えー、それもね、わからない状況であるという話ですね。あとはですね、昨日もちょっとね、トレード話をやりましたけども、えー、ブリーチャーレポートの方にね、各チームの、まあ、補強ポイント的なのが出てましたので、軽く紹介したいと思いますけども、ドジャースのね、 やっぱり外野集っていうところがね、出ておりまして、昨日もその枠の問題がとかいろいろと話しましたけども、やっぱりなんとなくやりやすいっていうのはあんのかなと思うんですよね。ピッチャーもそのね、さっきから言いましたけども、戻ってくるならちょっと枠がいっぱいだし、ただ戻ってきてどういう状況かもわかんないしね、やっぱ難しいですよね、その辺の判断がね。 戻ってきて、えー、いいピッチングができるか、もしくはまた離脱しないかっていうのもわからないわけですから、それも考えないといけないんですけどもね、昨日も言ったと思うんですけども。ただその判断もなかなかね、うん、難しいし、そういう選手がたくさんいるから、ちょっとね、うん、不透明な部分が多いのかなとも思うんでね。 まあ戻ってきてくれるって信じてるとは思うんだけども、そうじゃなかった場合厳しくなってくる可能性もあるしね。まあそういう場合はでもいる人で頑張ってもらうしかないとは思うんだけどもね。まあでも判断が難しいかななんて思いますけどもね。まあどう動くのかっていう話ですよね。それをこう考えてね。で、やっぱり外野補強っていうところですけども、ただここにもですね、先発リリーフ、あとはですね、インフィールダーね、内野手のところのね、トレードも含めて、 まあドジャースが色々とね、するかもしれませんけども、ただやはり一般的に考えて最大のニーズとしては、下位打線の部分で、プラス外野だよねっていう話なので、そこでやっぱ左バッターの方がいいんじゃないかみたいなね、まあ右がいいって言われてる可能性もあるんですけども、まあ右がパフェスが OK だとすると左の方が足りてないみたいなね、話にはなってくるのかなと思うんですけども、まあ左もアウトマンが戻ってきてどうかっていうのもあるしね、 あとはヘイワードがいるから、まあどうかっていう話なんだけども。なのでまあ他ではですね、ヘイワードがですね、対左の時に出ないので基本的にはね。その時の右バッターが欲しいっていうね、外野でね、話なんだけども、こちらのそのブリーチャーレポートの方は左バッターが欲しいっていうね、漢字には今書いてありますね。 で、どこがね、こうターゲットになるのかっていうと、チザムっていうことでね、書いてありますね。まあ、昨日紹介したのにはですね、やはりロハスとの関係性で一番可能性がないというか、ほぼゼロに近いんじゃないかみたいなことをね、書いてありましたので、まあ、そう書いてあるね、ドジャースの関連媒体というかね、専門媒体もあれば、まあ、こうやってね、普通に書いてあるところもあるので、 それはね、書く人の感覚によっても変わってくると思うんですけどもね。まあ、えー、問題がなければいいですけども、なんとなく問題はありそうだなと思うので、個人的にはね。だから、まあどうなんだろうなとと思ってましたけどもね。で、左でセンターで。で、あとは内野手もともとね、やってましたから、そこで起用するってことも可能なんではないかみたいなことも書かれておりますけどもね。ただ、えー、あんまりないのかなって言われてる部分でもあるんでね。ちょっとわかりませんけどもね。 というところの、えー、ドジャース外野手補強というところでね、グリーチャーレポートの方にはチザムということでね、マ、えーリンズのチザムがね、出ておりました。ということでね、えー、今日の試合情報をやっていきたいと思いますけども、今日からですね、ホワイトソックス戦ということになりまして、ドジャースは3対0でですね、完封勝利ということになりました。そして今日の大谷翔平ですけども、 三打数、無安打、二三死。そして、犠牲フライが一つの、フォアボールが一つというね、結果にはなっておりますね。という感じで、久々に、まあ、ノーヒットだったのかなと思いますけどもね。ただ、最後、打点もね、取ったし、まあ、フォアボールも一つ取ったというところでね、そこの点ではね、貢献できたかなと、最後ね、思いますけどもね。という感じで、いつも通りですね、一打席ずつね、ちょっと見ていきたいと思いますけども、まあ、やっぱりクロッシェね、 いいですね。なかなかやっぱり左だとね、長打が出にくいっていうのは昨日言いましたし、まあどっちかっていうとやっぱ右で打つしかないのかな、みたいな話はしたと思うんですけども、なかなかね、うん、左も厳しいな、というふうに思いましたね。で、打つのであればやっぱり甘く来たスライダーかな、みたいなことも話したんだけど、スライダーがほぼ来なかったですね。まあ割合的には少ないんですけども、ただやっぱりフォーシームとカッターがですね、非常にね、まあ左率とかも低いので、 ほぼほぼそれなんだけども、まあ、なかなかね、打ち崩すのは難しいかなと思うんですけどもね。まあ結果、えー、結構厳しかったなというふうには思いますね。で、1打席目はね、三振ということで、最初フォーシームが来て、で、ね、2球目甘いところにフォーシーム来ましたけども、まあフレーズっていうところでタイミング的にはやっぱりね、えー、ちょっと、まあ差し込まれてるというか、もう手が出ていかなかったような感じにはなったのかなと思うんですよね。 まあ基本的にはやっぱスライダーを待ってたのかなーなんて、うん、思ったんですけどもね。なんていうか、やっぱりね、フォーシームとカッターがやばいっていうのはね、データ上分かってると思うんで、その中でじゃあどうするかっていう話でね。だからこそまあスライダー待ちっていうのはあったのかなと思うんですが、まあスライダーは来なかったというところでね。最後も5球目も若干なんかタイミングがね、遅れてるような感じではあったと思うので、そういう感じでね、待ってたのかなーなんて思いましたけどもね。 で、えー、2打席目がですね、ショートゴロということにはなりましてね。こちらはだからスライダーがね、来たと思うんですよ。ただ、まあ、えー、コース的にもですね、アウトコース低めということで、やっぱり一番投げる部分ではあるっていうことなんですけども、まあそこをね、捉えきれはしなかったということかなと思いますけどもね。で、えー、3打席目も三振ということになりまして、まあここもですね、甘いところは来てたんですよね。3球目のカッターがまあファールになったっていうのはあるんですけども、 やっぱりあれはね、どっちかというと、やっぱりその、さっきも言ってたけど、スライダーとかを待ってるのかなと思ってるので、コーシームにタイミングを合わせるというよりかは、カッターの方が、まあね、急速さが、スライダーとね、急速さを考えるとないので、まあそっちの方が打てるかなと思ったんですけどもね、ただファールになってしまったというところで、最終的にはまあまたズバーンってね、来ましたので、えー、そこで、 今度もね、手が出ていかなかったという感じにはなりましたんでね。なかなかこれはね、珍しいパターンではあると思うんですけども、それだけ打ちづらいというね、えー、感じだと思うんですよ。タイミングとか色々と考えてもね。そんな感じにはね、えー、個人的には見えましたけどもね、えー。そして4打席目はですね、まあ、一塁空いてたんでね、歩かされたような形にはなったのかなと思うんですけどもね。 まあこれはもうね、えー、そうなっちゃうかなと、一塁が空いてるとね、そういう可能性が高くなっちゃうかなと思うので仕方がないというか、まあそれはそれでね、類に出て、まあ点にはその後絡んではないですけども、この前は絡んだりしましたからね、それはそれでいいんですよね。で、最後の打席はですね、初球ね、イヤフライ打って、しっかりとこう犠牲フライになりましたのでね、こちらは良かったんじゃないかなと思いますね。まあ2-0で勝ってたんでね、まああれですけども、1点追加しておくことによってね、だいぶ、 まあ、プレッシャーもね、軽減されるのでね。それは、ここもなんていうしょうね。チームとしても、まあ、2点取るの苦労したわけですけど、今日ね。ただ、最後、簡単に1点取ったな、みたいなね。もちろん、相手のその、ワイドピッチ的なのもあったけども、ヘイワードがね、ゴロ打って3塁に生かして、で、初級でフライ打ってね、帰ってきましたから、まあ、なんか、簡単に1点取ったな、みたいなね。うん、風に感じましたけどもね。まあ、これはこれで OK だったかなと思いますね。というところで、今日はですね、先ほども言ったけど、ヒットは出なかったんですけどもね。 まあ、犠牲ぐらい1打点ということで最後にね、貢献できたのと、やっぱり、クロッシェ、うん、なんてしょうね。ホーム的にも、あの球投げるにしてはコンパクトな感じなのかなと思いますし、で、ちょっとこうね、左バッターからすると、自分の背中側から来るようなね、投球にはなってくると思うんですよね。そっから腕がこう出てきて、その瞬間もう到達してるみたいな。 それぐらいの感覚なのかなと思うんですよね。だから腕がなかなか出てきてないっていうのもあんのかもしれないし、まあそういう雰囲気、バッターの反応的にはね。だからなかなかやっぱ左から打たれてないっていうのはそういうのもあんのかなと思いますしね。で、なんとなく狙ってたのはスライダーだったのかなと思ったんですが、それがなかなか来なかったっていうのもあったのかなと思いますね。だからまあどう捉えるかって言ったら、もうね、スライダーがそんだけ来ないのであればね、カッターをどうにかっていうのか、 まあ、ホォーシームを捉えていくしかないんでしょうけどもね。ただ、それができるのであれば簡単なわけですけども、できないからやっぱいいピッチャーなんでしょうね。そんなに球種を投げてくるわけじゃないわけじゃないですか。基本的にもう2球種ぐらいしか投げてきてないんだからね。それで打ち取られてしまう。しかも、ホォーシームとカッターっていう、まあ、速球系、まあでも、その、急速差的に考えればもう、カッターというよりか変化球的な感じにはね、えー、なってると思うんですけども、結構急速差ありますからね。 それもなかなかね、二球種だけども、難しい部分なのかなと思いますけどもね。あとはホームのところなのかなと思いますがね。なかなか今日は、彼から打つのは難しかったのかな、なんていうふうには思いましたね。っていう感じの今日のね、打席内容となっておりますね。ということでですね、試合内容やっていきたいと思いますけども、今日は一回もてピッチャークロシェ。翔平が三振、スミスがライトフライで、ツーアウトから、 フリーマンがショートへのヒット。パヘスがサードへのヒットで1、2塁となりましたけども、ロハズがセカンドゴロで得点はならず。1回裏ピッチャーパクストン。2アウトからロバートをフォアボール。そしてヒメネスがセンターへのヒットで1 2類、ね、2塁となりましたが、デオングを三振でしのぎまして。2回表バルガスがセンターへのヒットで先頭出ましたけども、 キケが三振、テイラーはダブルプレー。で、二回裏、二三振でツーアウトとしてからですね、操作にフォアボールを出しましたけども、メンディックをセカンドフライ。で、三回表、ヘイワード三振、翔平がショートゴロでツーアウトから、スミスがデッドボール、フリマがライトへのヒットで一三塁となりましたが、パフェスがサードゴロでね、また点は取れず。三回裏、ファムがライトへのヒットで先頭出塁許しまして、ボーンがですね、セカンドフライだったんだけども、 テイラーがこう落としてですね、ランナーを入れ替える形になりました。ただワイドピッチで2塁へ行かれまして、ロバートがフォアボールで1、2塁と。で、続くヒメネスをですね、三振。デヨングも三振でね、えー、ランナーまた出しましたけども、しのぎまして。4回もテイロハスがセンターへのヒットで、勝利がですね、近づいたのかなと、今日もね。そんな感じでしたけども、バレガスセンターライナー、キケダブルプレイで、得点はならず。4回は三者凡退。 そして5回表ですね、えー、三者凡退で、翔平は三振と。そして5回裏、ワンナウトからファムがライトのヒットも後続2人で抑えまして。6回表、2アウトからピッチャーがウィルソンにチェンジで、パヘスがキャッチャーフライで三者凡退。そして6回裏ですね、ピッチャーがハドソンにチェンジ。ワンナウトからデヨングがレフトへのヒットも後続を2三振で抑えまして、 7回表、ロハスがレフトへのツーベース。ダイダラックスがファーストゴロでワンアウト3塁としまして、危険のレフトへのツーベースで1対0。まあこれ、走塁も良かったかなと思いますね。で、テイラーがショートへのエラーでですね、ランナー帰りまして2対0。で、ここでピッチャーがバンクス。ヘイワードがサードフライで、えー、ショーヘがフォアボールというところで1、2塁となりまして、で、雨がちょっとね、強くなってきたので、えー、中断ということになりました。で、再開してからですね、ピッチャーがアンダーソン。 スミスがフォアボールで満塁となりましたけどもフリーマンね、結構いい当たりでしたけどもレフトフライでね、抑えられましてその後の追加点はなりませんでしたけども、えー、この回2点をね、えー、取れたとそして7クエラピッチャーラミレスで三者凡退パフェスがナイスキャッチもねありましてまあこれを見るとやっぱりね、松井さんの思い出してちょっと怖えなと思うわけですよまあこういうキャッチもね、いっぱいあるんだけどもなんとなくちょっと間違うとね、ッ、えー、キっていきそうじゃないですか まあ日本人だったらみんなこう、まあみんな見てるって言ったらあれですけども、結構見たと思うんですよ、あの映像ね。ちょっと怖えなーって思っちゃうんですけども、まあ別に問題はなかったんですけどもね。ただそんなことが蘇ってくると。で、8回表2アウトからラックスがライトへのヒットも、キケが、えー、ファーストフライ。そして8回裏ですね、ピッチャーがフィリプス。1アウトからロバートをレフトへのツーベースで出しましたけども、 ヒメネス、ショートゴロ、デヨング、危なかったんですけども、センターフライということでね、えー、パフェス、しっかり取りましてね、えー、しのぐと。そして、9回表、ピッチャー、コペック。テイラーがライトへのヒットと、ワイドピッチで2塁へ行きまして、ヘイワード、セカンドゴロでワンナート3塁としまして、翔平の犠牲フライで3対0。スミスは三振となりましたけども、1点追加で3点差。そして、9回ーピッチャー、ベシアを投入しまして、しっかりと3人で抑えて、今日は3対0で完封処理という試合になっております。 ということでですね、まあ今日はですね、やっぱり相手ピッチャーがね、良かったので、まあなかなかどうなんだろうなと思ったけども、個人的に思ってたよりはヒットは出たのかなと思うんですよね。クロッシーから5アンダー。まあ点は取れませんでしたけどもね。ただ5アンダーしたので、そこそここう、まあ左つ的なものを見るとね、なかなか、まあ右でも左でもそんなに打ってないみたいなのありましたから、まあそれを考えると割とね、 まあ、フリーマンのがヒットになったとかもあると思うんですけども、まあ、ヒットは右もね、並んでたから、割と出たような、感覚ではあるのかなと、個人的にはね。ただ、クロッシェがですね、まあ、5.2イニングで降りてくれたっていうのもあるので、まあ、その辺はね、えー、良かった部分なのかなと思いますね。まあ、6回途中というわけですから、まあ、それ以降行かれるとね、また、そのもう1イニングとか、えー、さらにもう1イニングとか行かれちゃうとね、厳しいわけですから、 6回で降りてくれたっていうのは良かったんじゃないかなと思いますね。で、そこからどうにか点を取って持っていけたからね。まあ、そこはそれで、えー、ドジャスとしてはね、早めに、まあ早めに降りてくれたっていうわけじゃないですけども、まあ割と6回までに降ろせたっていうのは良かったのかなと思いますね。で、その2点はですね、ロハスのツーベースとキケのツーベースっていうところと、あとはショートのね、エラー、早期エラーっていうところで、その2点目が入ったから、 ホワイトソックスとしてはこの早期エラーはね、痛かったのかなと思うんですよね。昨日ですかね、そんで、あの、コメントの方にですね、ディオングが、ま、なんかアウトカウントをね、この前ミスってたみたいなコメントいただいたんだけども、ま、それを見て、えー、今日の試合をこう見てるわけじゃないですか。で、こうやってミスが出てるんでね、ま、あなんとなく、ああ、みたいな思ったんですけども、ま、あでもそれはたまたまなんですけどもね。ただ、えー、これは痛いね、ミスでの2点目だったかなと、ホワイトソックスはね、思いますし、 ドジャスはラッキーという感じだったし、まあ、キケがそのね、二類をね、言ってたっていうのもまあ大きかった部分なのかもしれませんけどもね。だから、まあ、そこは良かったんじゃないかなと思いますよね。で、まあ、中段が挟んだ後とかね、いろいろとあったんですけども、そのね、廃止後はね、点は取れませんでしたけども、で、えー、9回ですよね。簡単になんか1点取ったなとっていう感じだったのでね、こちらも、 まあ1点を追加しておくっていうことはまあ良かったでしょうしまあこれも必要な部分というか大事な部分だと思いますしねこれはまあ良かったんじゃないかなと思いますねあとはピッチャーですけどもねパクストンが今日5イニング3アンダー無失点3フォアボール6奪三振ということでいやーまあなんでしょうね前回当番が確かね今シーズンハイの8奪三振とかだったんですよねで今日がまあ6ですか 6って言っても今シーズン2番目ぐらいの数だと思うんですよで。しかも今日は5イニングとかですからね。そう考えるとやっぱりね、どうしたんだろうって思っちゃう。逆にね、今までどうしてたんだろうみたいなね。もともと彼は三振がまあ取れるようなね、ピッチャーではあったと思うんですけども、今シーズン球速が低下しちゃっていうのがなんか問題あったのかなと思ってたんですよね。三振がなかなか、その前々回なんかは2個で、その前も2個なんですよ。 で、その前が3個とかね。だから、なかなかね、えー、まあ、多くても5個か4個みたいな話なわけですから、それがここのところで8個6個と取れてるんでね、まあ、振りやすいところというか、振ってもらいやすいところに投げているっていうのはあるのか、まあ、のその変化の質というかね、そういうのが改善されたのか、もしくは相手が振ってくれちゃってるのかっていうね、そのパターンがあると思うんですけども、ただ前回その8で、今回6なんで、 まあ前回はそのね、球場的なので、持ち玉が良かったんじゃないかっていうコメントもいただいてたんだけどもね。まあそういうのも関係してるかもしれませんけども、今日もナックルカーブが非常に良かったのかなと思いますからね。前回も言ったかもしれないけど、これを継続できるのであればね、していってもらいたいなと思いますし、まあ、こんだけ空振りがね、取れるっていうのは、まあいいことだと思うので、まあ次回当番もどういう形になるかわかんないけども、今日もほぼ二球手でいってるわけですからね。それでこんだけいけてるので、 まあ良かったはずではあると思うんでね。次回登板も期待したいなというふうには思いますね。で、その後ね、つ、え、な、ー、いでハドソン、ラミレス、フィリプス、ベシアと行きましてね。そこもまあ無失点で行ってるわけですけども。で、やっぱフィリプス8回にね、登板させましたから、まあ8回がこうね、ロバートとかがいるところで、でもって右バッターがほぼなのかなと思うので、まあそういうところで当てていったのかなと思いますけどもね。まあロバートに打たれて、 ちょっとデヨングのフライもね、ヒヤッとするあたりではあったんですけども、まあなんとか抑えてっていうところでね、まあここのね、えー、ところも、まあ一応抑えてからね、当たったのかなと。で、9回はベシアで行ってね、で8回ベシアで行くとすると、まあ相手が右だっていうのがあって、いろいろとね考えた結果こうなったのかなと思いますけどもね。っていう感じでまあピッチャー陣もね、無失点で行きましたし、えー、パクストンね、前回に引き続きいい感じで投げましたからね。 まあ良かったなっていう話とね、えー、次回以降も期待していきたいというところになりますね。で、えー、明日がですね、ミラーが先発ということにはなるので、前回が確かスリーランかなんか行かれちゃったので、それがなければなみたいな、えー、感じだったと思うんですよね。だからまあそこと、 あとは空振りを取ったりとか、いろいろとしっかりとね、なかなか甘くいっちゃうことがあるから、まあ、それをなくしてね、しっかりと投げていってほしいなというふうには思いますね。相手がフレクセンですかね。なので、まあ、翔平もね、えー、今日はヒットが久々に出なかったですけども、打点はだから8試合連続かなとこで上げてるんでね、まあ、それはすごいことかなと思うんですけども、 明日はまた、えー、ヒット、そしてホームランというところをね、期待していきたいかなと思いますね。明日も9時10分からだと思いますからね。今日と同じ時間かな。というところで、まあ明日も応援していきましょうということでね、えー、今日はこれでね、ドジャース情報としては終わりですね。そしてですね、エンゼルス情になりますけども、やはりサンドバルが断熱ですかね。UCL 断熱というところで、 ちょっと、まあ、手術が必要ではあるということにはなりましたので、今期はお休み。で、多分来シーズンもちょっと厳しいのかもしれませんね。時期的にね。だから2026年の復帰にはなってしまうかなとはね、書かれておりますけども、プラスであと、えー、屈筋の断裂みたいのもなんかあるということらしいので、まあ、人体以外に、まあ、筋肉ですかね。の断裂もあんのかなっていう話なんでね。 ちょっと、だから相当痛がってたのは、まあそういうところもあったのかななんて思うんですけども、まあとりあえずね、できるだけ早く手術受けるつもりだということで本人は語ってるみたいなんですけどもね、OC レジスターによりますとね。ただ、まあちょっと、ね、痛がってたからね、軽症ではないかもしれないけど、 まあ、なるべく軽症であってくれって思ってましたけども、やはりそういう感じにはなってしまったというところでね、残念ではあるんだけども、まあでもしょうがない、こうなってしまったのでしょうがないのでね、えー、また、手術してリハビリして戻ってこれるようにね、頑張ってもらうしかもうないのかなと思いますけどもね。と <music> いうことで、ちょっと今日はね、早いかもしれませんけども、これで終わりたいと思います。 ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、エクスのフォロー、コメントよろしくお願いします。で、おりまーす。